中本白秋のペン字講座、今回は、四字熟語、百花繚乱の文字を美しく書く方法を説明します。まず百花繚乱、繚乱、この字ですね。いろいろな花が、咲き乱れること。転じて、秀でた人物が多く出て、優れた立派な業績が一時的にたくさん現れる、そういった意味ですね。まず「百」っていう字を書いてますね。へっち。こうして。この感じですね。いつも申し上げてますけど、100はこの横線がポイントですね。こういう感じですね。この水平線上に対してこう書いたのではですね、ちょっとリズム的に変ですね。あと、そうですね、100っていう字をこう見た時に、バランス、幅のバランス的に見ますと、こう書いた時に、この幅でこう見てみますと、大体こんぐらいの割合で1対1対1ですから、この分が3分の1ぐらいの大きさで、広さでいいわけですね。あと、そうですね、この下の分ですが、こう切ってこうして、こうちょっと開けるぐらいでいいと思います。このでこう最後の閉じ方ですけど、壁右側にこうなってますから、今回はこの縦線の下からちょっと左出るぐらいから、こうしてこういう閉じ方でお書きになるのがいいかと思います。こうして、こうして、これを長くして、こう閉じて、こうやって、これが100ですね。次、花って字を書いてますね。草冠。ここよりも軽い右側のとこからこう始めますね。ここ右側になるぐらいのところで終えます。こう書いて、こう書いて、こう、ほとんど高さ同じぐらいのとこ始めて、ここが少し、この作りは少し右側になるように。そうですね、この「花」って字をですね、悪い例を書きますね。こう書いて、ちゃんとこう右側に書けてるんです。これをうーんとこう長くしちゃいますと、あるいはこれもこれに対して、こちらがですね、こういうふうにこうしてしまいますと、ここにこう下がったこうリズムができたら、ここもこう下がったリズムができてしまいますね。ですから、均一的な右上のリズムで書くことが望ましいですから、やはり草冠にもこうして、この草冠単体で見ても軽い右上のリズムに書けてる。で、下のこの化けるって字だけ特定してみても、これもちゃんと右上のリズムに見える。そして草冠もこちらも右上のリズムで均一的に書けてる。こういうことが大事ですね。ここ少し上がるぐらい。じゃあ最後にもう一度ちゃんと書いてみますね。こう書いて、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 こんぐらいの感じ。少しこう上がるぐらい。こんぐらいでいいかと思いますね。次、量ってですね、まず糸編ですね。そうですね。
まず糸編ですけども、糸編は、書き方が2通りありまして、まあ大人の人たちはですね、こう書いても素敵ですよね。右へ揃えて、こういうイメージにこう書いて。悪い例の糸編で、よく私たち教室で生徒さんたちの糸とじ拝見してます。ここまではいいんです。これがですね、こうどうしても真横にこう書いてしまう生徒さんが多いんですね。これはですね、このこういう軽い右のリズム的にいきますと、この部分がちょっと違和感を感じるんですね。ですから、この部分をこう書いて、こうして、こうして、これもこの横線のこの右のリズムと同じようにこう上げていきます。で、こう、ここあんまり出すとまたこう水平になりますので、こういうイメージですね。ちょっと悪いですね。こうこうこう、ここはちゃんとできても、これをぐーっとこうあんまり長くしてしまいますと、ここに水平のリズムがあって、やはりこのリズム的にこう違和感が出ますし、ここの邪魔にもなりますね。ですから、糸編はこう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 書いて、あんまり舌出さないって。そうすると、この点画にも、点画もこれに対して軽い右側とかちゃんと書きますので、こういうふうに書くのがいいですね。あと右側の文ですけども、ここの部分はちょっとうるさくなってますから、このうるささを少し解決するように書く必要がありますね。こうして、こうして、こう書きましたね。これ今度はこちらの糸編使ってみましょうか。こうして、もうちょっと離しましょうか。こう来て、こう、ちょっとこう、こんな感じでしょうか。上、乱、まあ上って字これで終わりますね。次、上乱の乱ですね。まあやはりここをこうする。この辺に対して下がらないように、このままの感じ。今度ちょっと右側に、例えば悪い例ですけど、こういうふうに書きますと、この部分が邪魔ですよ。なぜかというと、これに対していい空間で書きたい、この辺にこう書きたいんですけれども、こう重なりますね。ですから、この作りに邪魔にならないように、こう書いて、こう書いて、こう書いて、こう書くべきですね。以上、百科両論、最後に、まとめて書いてますね。以上、百花繚乱の美しい書き方について解説をいたしました。これで終わります。